とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はパワー21回ボス、邪悪なレイスですね。あいつを、2パンぐらいで倒せるんじゃないかっていうことで、やっていきたいと思います。使う装備が、これです。雪の弓の、オーバーチャージと成長ですね。これに、メイスの虚無さん、で、攻撃を当てて、最大倍率で打ち込むといけるかなと思うんだよね。まあ、難しいとは思うんだけど。うん。まあ、オーバーチャージで、さっき試したところ、一発、13000ちょっとなのよ。それプラス、成長の 75% で、まあ、2万ぐらいはいくかな。で、かける6倍で、12万。12万だよね。当たるかな？まあ、当たれば、いけると思う。まあ、とりあえず、試してみましょう。ベッグスを呼ぶとダメになっちゃうので、ベッグスは呼ばずに行きます。行くぞ！行くぞ！なんかちょっと微妙な感じだね。うん、確かに強い。強いんだけども、なんかちょっと微妙な感じだ。派手さがないっていうかね。オッケー。行くぞ！いや、こんなもん。こんなもんか？よし。ちょっと待ってよ。やばいやばいやばい。よし、オッケー。オッケーオッケーオッケー。じゃあ次。弱点露出させていきたい。次でね。次でね。で、半分減らせればいいでしょう。半分減るかな。よし、いきます。いやいやいや、ちょっと待って、弱点もう露出しろよ。 OK、 いきます。あー、もう、いや、でもまあまあ与えた方だよ。うん、なるほどね。これも雷の杖と同じく、これぐらいが限界かな。半分ぐらいゴリッと減らすのはちょっと難しいのかもしれません。いけ。よし。いやー、難しいね。これぐらいだったらわざわざ、コグクロスボウをこっちにする必要もなさそうだな。半分減らすのやっぱ難しいわ。減らせて4分の1ぐらいですね。いやー、これ辛い。はい。まあ、とりあえずクリアしますね。ボスまで来ました。さすがにオーバーチャージでこいつは難しいんで、難しくはないけどさ、時間かかるんで、これでいきます。はい、終わり。もう30回じゃさ、28回ボスか。うわ、これぐらい簡単にね、倒したいよね。レイス難しいな。でも、もうちょっと早く倒せればいいけど、全部いらん。火炎フォーカスに、浮遊射撃の、まあこれでいいか。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。